デイビッド・カンリフはニュージーランドの元政治家、ニュージーランド労働党所属第14代党首、ワイカト地方テアロハ生まれ、父は聖公会の牧師で労働党支持者であった。10歳の時にカンタベリー地方プレゼントポイントへ引っ越す。この頃より父が労働党の仕事の従事するようになり、カンリフも労働党の活動に参加するようになる。 地元のプレゼントポイント高校を経て、高校時代はアトランティックカレッジ小学生としてウェールズで過ごし、オタゴ大学で政治学を専攻し卒業した。オタゴ大学在学時はディベート協会に所属した。学位は文学士。1988年にニュージーランド外交貿易省へ入省し外交官になる。マッセイ大学社会科学ディプロマコースで研修を受け。 1988年にオーストラリア外交貿易省へ派遣外交官として留学し、1989年に艦隊併用開発機構委員、1990年から1994年まで中米ニュージーランド大使館に等所機関、一等所機関を経てフルブライト小学生としてケネディスクール行政学修士課程で行政学を学び修士号を取得。 1995年に外交貿易省を退職し、ボストンコンサルティンググループへ転職し、経営コンサルタントに転身した。1999年まで、ボストンコンサルティンググループのオークランド事務所で戦略コンサルタントとして活動し、同年の議会総選挙に出馬するため退職した。労働党の支持を得て、危機ラン議選挙区より出馬し、比例名簿53位で初当選する。 2002年の総選挙は選挙区改定により入林地区より比例出馬する。以後4期連続当選を果たす。2003年に商工会議員権規律策定委員、公共部門担当大臣県財務副大臣に就任。2004年にテレコミュニケーション情報技術担当大臣、移民問題担当大臣を経て2007年から2008年には ヘレン・クラーク政権で保健大臣を務めた。2008年の総選挙で労働党は国民党に敗れ政権交代する。野党転落後は労働党財務報道官に就任した。2013年8月22日、デビッド・シアラーの党首辞任を受け、第14代労働党党首に就任した。しかし、2014年の総選挙でも敗れたために1年で党首を辞任。 公認の党首には、アンドリュー・リトルがついた。2016年11月1日、次期総選挙へ出馬せず、政界からの引退を表明した。政界引退後は、コンサルティング業へ復帰し、オークランドに拠点を持つ、コンサルティング会社、ステークホルダー・ストレテジーの役員に就任。同年4月23日付で、議員辞職。同年9月に総選挙が行われることから、 国欠選挙は行われず、この日をもって政界から引退した。弁護士の妻との間に二男がいる。ありがとうございます。